失格門の最強賢者は、新興諸島による日本のライトノベル。イラストは、風花風花。サブタイトルは、世界最強の賢者が、さらに強くなるために転生しました。略称は、失格門。ウェブ小説サイト、小説家になろうで連載中に書籍化され、その後、カンタクミアンド、ヒ,ョウヒロ氏の作画により、漫画アップにてコミカライズされている。また、 派生作品として、主人公の前世における話である、殲滅魔道の最強賢者が2020年9月より、書籍化並びにコミカライズされている。小説家になろうでは、日韓、週刊、月刊、四半期ランキングにて1位を獲得している。2021年1月時点で、シリーズ累計発行部数は400万部を突破している。声の孔は、テレビアニメ版の声優。 文章が不明な場合、保有する文章については記載しない。小説家になろうで連載されていた。漫画アップで連載中。刊末には、小説版にはない原作者の書き下ろしショートストーリーが追加されている。2021年1月に制作が発表される。2021年7月23日より、失格門の最強ラジオが、おっと泉及び YouTube にて、 各週金曜日に配信される。パーソナリティは、玉木人志祭、鈴よし弓、ゆみ、白石春香、伊沢しおりが務める。ありがとうございます。